どうも。どうも、ジェリーです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね。マジ、なんなんだよ、これ。もう、恥を忍んで、もう、勝ち、下がり、演出したんだけど、マジで。勝ち、下がり。勝って、クラス下げるっていう、これ。勝ち、下がり、演出したんだけど、マジで。何なんだよって、マジで。月曜放送したから。まあ、月の始、まあ、週の始まりみたいな。週の始まりはスマイネルみたいな。そうそうそう。まあ、ちょっと週末が大体ね、まあ、出張とか、で、もう、家にいないんで、そうそう、楽天ポイントしない。楽天ポイント、たか言っていいか、マジで。もうちょっと、姪っ子が生まれたんだけど、もうだいぶ前に。姪っ子に、なんかボディクリームみたいな、をちょっと送ってあげなきゃいけないから、もうその辺でちょっと使いまくってるみたいな。そうそうそう。相変わらず3のコーナーからの加速が悪い。まあコーナーワークがね、あんま得意じゃないみたいな。そこはあるよねみたいな。そうそうそう。から出張、いいか？から出張？はぁ？自分の会社ですけど。自分の会社でから出張してば、どっから金出てくんだよ、マジで。働いてるよ、だから、しんちゃん。バーシーかってもな。だ、それを、長男の誕生日に、甥っ子が、黙ってバーシーの、なんか、プラレールを、カゴの中に入れるみたいな。パカ！ちょっと買ってやろうか、みたいな。そうそうそう。そういうことだよっていう。脱税、同税を抜くねんって、だから、何回も言ってるけど、儲かってなきゃな、税抜けないんだけど。もう、どんだけ、もう、早くプラテンさせてくれよ、マジで。そうそう。プロバイド負けんなよって、俺のセリフだよ、だから。そうそう。松の魂が、もう一個にしたらどういうことなんだから。いや、なんか、こそー、みたいな、脱ハゲってどういうことだよ。もう、ハゲを脱したい。まさかまだ赤字なのっていう。クソ、バカクソ。まあ、会社は、まあ、ちょっとわからないけど、まあ、俺個人クソ赤字に決まってるだろ、そんなもん。どこに黒字の要素があるんだよっていう。いいから早く顔見せ、パカ。本当はどうしいってことでね、これ。どうも皆さん、お久しぶりっくす、ジェリーです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、これ。ちょっと、なあ、これ、は、なあ、ちょっと、額が交代して、これちょっと、やめてほしいわ、みたいな。そうそうそう。画面開始。ぐっと滑る、ぐっと滑るって、これ。そうですね。本名やめてよねっていう、そうそう、いうことで。もうちょっとな、臭くないだろ、これ、インターネットだから。インターネット、あんな、ちょっとな、みんなな、口を慎みたまえ、まず。口を慎みたまえ、最近、録画したやつを YouTube に上げようとしても拒否されます。はい。最近なんか、言動に対する、言葉遣い？言葉遣いが悪いと、アップロードはできません。一線超えるなよ、本当に。一線超えるなよっていう。ニコ生の新機能って、どういうことなんだから。最近のニコ生は、香りが伝わるようになりましたか？みたいなね。レモン水の香りがします、みたいな。そうそうそう。愛おしや見るに涙もとどまらず、親も亡き子の歯を尋ぬる。歌丸です、みたいなね。そうそうそう。歌丸です、みたいなね。何が、なんでプンって、そうそういうことで、ちょっと待って、デスクトップってことで。もうなぁ、どういうことやねんってことで、これ。いうことで、ディープ君ね、ちょっとこれ新キャラですよってことで、なんか、ごま水さん最近どこ行ったのかしらっていうね、いうことで、これ行ってみようか。任しときゃげ、どういうことやねんっていう。だから、どういうことやねん。テンポよく行こうか。チンポじゃなくて、あ、つか、ピーポじゃなくて、チンピーじゃなくて、ちょっと、テンポよく行こうみたいなね。そうそうそう。ちょっとこれ、YouTube に上がっとこ、上がらなくなるだろ、バカ、その、誘導尋問やめて、マジで。これ、そうそうそう、いうことで。大丈夫かな、これ。何が、ちゃんとしてるだろ、だから。じゃ、本当に、これね、アーカイブ組もいるんで、マジで。おお、赤い、うまし、ごっこじゃねえだろ、これ、どう考えたって。ごっこ一口、全口で全口。そうそうそう、いうことで、ちょっと一回クリック。クリックってことだよね、これ。ちょっと待って、これ、どうやって見るの、これ。こうか、こうか。で、これ、バツで落として、で、もう一丁みたいな、何が、すぐ消えない。君らがな、一線を越えるからだよ、その、一線を越えるなって、一線を。そうそう、プロバイドもね、何これ。出走日は、土平日だったことでタイムリーにレースを見ることができるわけもないので、レース、何や、早い、早い、早い、息づき早いみたいな、これ。1.5倍。
これその世間の期待を裏切りましたみたいな。もう前置きじゃねえしみたいな。うん。まあこれなぁ、杉浦くんが甘くは行かせてもらえなかったなみたいな、これ。もう。後方ハンターも並んでいきます。ちょっと引いたよな、まあ引いたよなって、まあ俺の指示は、まあ吉島さん一切聞いてくれず引いたわな、みたいな。マジで、お前死体の一戦、一緒に下がんねえよって、なんか最前線どちらですかみたいな、これ。何なんだよ、これマジで。もうちょっとこれ前に逃げたかったっていうところはあるよねっていうマジで、ここは、ここど、何か箱で、どうも、くんさん、地方競馬で馬主やってます、ジェルニーです、どうぞよろしくお願いしますということで、うちの馬ここってことで、これ、これ一番人気 1.5 倍で、一口、これ一口って言ってる人はこれで、ね、ローって言ってるだけなんで、全口です。はい。俺の人生を妨害しようとする、このアンチは、とりあえずほっといてくださいと。これ完全に、勝ちパターンだよ、これ。見てこれ、マジで。何なんだよ、これ。馬主さんのね、腰馬主、地方でやってます。どうぞよろしくってことでね、そうそうそう。何なんだ、これ、マジで、これ、ちょっと。ほんとやめて、マジで。こここれそっか、もう終わっちまった。これ、ちょうどいいと、これ。うん、ここ完全勝ちパターン、これ、ちょっと。でも、これ、差し返されるの痛いな。差し返、ま、これはもうね、外からは、これ、せこいんだけど、マジで。負けって何だっけ、早いがなだよ、これ。早いがな。負け、ちょっとマジでね、盛り返しパターンは本当にいらんかったみたいな。結構1キロでも変わるんだね、これマジで。おぉ。これ。おぉ。負けに、カチカチやん。え、早いがなに負けしてしまった、プロバイド。ちょっとね、これ。まあ、そう、くっそっていうかね、これちょっと、また YouTube の動画天才はだから、ダメだって言ってんだよ、これマジで。おー、また合わせて、何が、この人、話したから、増沢、調教師だよ、現調教師みたいな。おー、これな、YouTube、増沢っすよね、そう、うん。なんか、バンじゃないけど、だから、最近再アップロードが言えないよ、再アップロードが、これ。おー、そう、おー、何が、マッサンなのこれ。おー、そう、はい。じゃあ最後まで見、だから、これ、気にしてくれよって、だから、そういうところ、ちゃんとこれ、アーカイブ組がいるから、なんかニコ生の、なんだろう、録画見れない人たち。うん、何が、メインってなんでメインってた、そう、だそこちょっと気を使ってくれよ、みたいな、いうことで、どれだっけ、これか。おー、Google Plusってことで、何が。せっかく作ったとは、だから、せっかく作ったらそれで、ちゃんと、この著作権関連をね、クリアしてくれませんかっていう、そこ、小松さんベテランだから、もうそういうのね、しっかりやってるから、マジで。うん、そう。赤いなんて見る価値ねえよって言ったって、見たい人がだって何十人もいるんだもの、マジで。見たらわかるだろ、これ再生回数とか、マジで。ちょっと見てみようか。おー、再生回数、そう、おー、何が、前の会社ばっかり。はい、君。これ、威力業務妨害。完全に、なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、風雪のルフです。はい。もう風雪のルフなんで、君は訴えられます。はい。これもう、速攻で、弁護士相談IP 開示もう、即逮捕ってことで。なんだよ、これ、ちょっと、これ、動画、ちょっとやめろ。マジで、ちょっと、パケットがなくなる、これ、どうやってやるんだっけ？おー、ちょっとこれ、パケット、どれだっけ？ YouTube。おー、ちょっと待ってよ、登録チャンネルクリック。よし。何が、お前脅迫だ。何を脅迫したんですか？俺は事実を言ったまでです。はい。いよ、法廷だよ、マジで。法廷だよ、もう全部、全力でやってる、マジで。おー、そう。どうやってやるんだよ、これ。え？登録してるチャンネルには新着とかいらねえから、だから。どうやって、おい、ちょっとやり方わかんないんだけど、マジで、これ。おー、もう、すぐ行ってやるから、マジで。待っとけよ、マジで。そう。おー、どこだっけ？チャンネル来た。これか。チャンネル一覧からの、おー、チャンネル、おー、ちょっとどうやってやんの、これ。これか、登録リストを管理。うん。あれ？出てこないんだけど、これ。おー、ちょっとこれ、あ、これがマイチャンネル。おー、そう。おー、何が調子に乗んないんだよね。もう、それはね、こっちのセリフだよっていう。おー、もう全力でやってやるから、マジで。そう。おー、レイアウト。クリエイター、これかな？クリエイター、あれ、どれだっけ？おー、どれだ？
どれだ、マジか、あんたも、ほら、29回。もう29人が、これ、もう期待してます、みたいな。そうそうそう。あの、行くもの、モニタリングお願い、できませんかねっていう。まあ、ちょっとね、あの、相談には乗ります。はい。相談には乗ります。少ない、バカ、これと、29人っていう、マジ、29人のためにちゃんとね、一つ一つ上げていますよって、これ、自演じゃねえし、だから、自分の顔見てどうすんだよっていう。そうそうそう、いうことで、これ以下、ちょっと、とりあえず置いとこう。うん。マジとは、そっか。これの、結果ってことで、ちょっと待って、今、NAR、NAR。よし。おー、ちょっと何か、つまらんぞ。何を、つまる、つまらない話じゃないんだよ、マジで。これ、何これ。おー、何これ。え？レディース・ビクトリア。これ誰これ？これ、葵ちゃん？これ。これ、昨日も、昨日もこっちだよな。これ誰これ？おー、これ初めて見た。うん。そうそうそう。鈴木？あ、岩手か。見たことない、これ、マジで。おー。これ、迷子、出た、女王、女帝、うん、マジで、おう。これ、君たちどれがいいの、これ。おう。ちなみに、葵ちゃんはどうやら宮崎出身らしい。どうやらね、どうやら。で、あの、別府迷子は、俺ちょっと握手してるんで、マジで。おう、握手、園田に今住んでた時だよ。園田というか、まあ、関西住んでた時に、ちょっと手に精子がついてたんだけど、もう普通に、あの、握手したんで、マジで。めっちゃちっちゃかった。うん、そうそうそう。おうあとは、あとは知らんな。全然知らん。おー。宮下ジョッキ最近重症かったよね。そうそうそう。誰だこれ。見たことない、マジで。岩手か。まあ、岩手はちょっともう縁ないわ、みたいな。細いんけど、細いんちょ、お前結婚しとるがな、それ。おー。しかもおばはんやがなっていう。そうそうそう。何か、ぶさか。まあ、これね、ちょっとね、本当に、まあ、まあ、奈々子ちゃん？うん。奈々子ちゃんこれ出ればいいのね。これなんで奈々子ちゃん出ないの、これ。お最近までマッキー出てたよね。増沢、さっきの、増沢末男の、なんだっけ、おいっ子おいっ子と結婚した、マッキー最近まで出てたけどね。そうそうそう。細江さん言ったくよって。まあまあ、好みあるからな。別に否定はせんけど。ただ、いいか、一言言わ、マジで。まあ、こうね、こうやって、まあ、その、なんちゅうの、この、まあ、馬装じゃないけど、なんていうのこれ。おその、まあ、ゴーグルアディの、まあ、勝負不機能って言ってたら、まあ、ちょっとな、もうこう、終わりましぐらいに見えるんだよ、マジで。おこれ普通に道歩いてたらな、もう C3 クラスだから、マジで。そこは。ごめんな、本当に。おそれは、それはごめんっていう、マジで。おえ、馬、ま、走って、馬かよって、何がいいなっていう。何がいいなっていう。馬はもう、ちょっと、全然走ってないんだけど、うち。そこを見るんだよっていう。そうそう。まあ、それは仕方ないよねっていう。うん、そうそうそう、何か。いや、それは、ごめん。いや、ただ、ね、やっぱり、その、砂の上に輝くエンジェルだよ。それはね。おただ、あの、道端を走ると、まあ、残念ながら、まあ、ちょっとなんて言うんだろう。まあ、打天使みたいな。おちょっとまあ、C さんみたいなね。そうそうそう。おいうことで。ちょっと待って、もう一個戻ろうか。うん、何が通報、何を通報するの？どんどんっていう。おそれは、単純いかがだもんだって。おそれはもう、どんだけね、なんだろう、ななこちゃんが可愛い可愛いって言ったって、それは、隣によ、もう、大久保佳代子さんとか立って並んだら、もう、それはちょっとね、もう、女性としてちょっとやっぱり、お難しいみたいな、そうそう、そういうことで、こんな感じ。うん。まあ、最後ちょっと垂れたよね、みたいな、マジで。お何が、正一郎。女性軽視じゃございません。おただ、好みのタイプの話を言ってるんですっていう、マジで。おわかりますかっていう、そうそうそう、お何が。うわぁ、ハゲてしまえって、もう、ハゲとるわ、だから、ハゲとるわっていう、そうそうそう、おこれね、おまあ、ちょっとな、タイム、まあ、どうなんやろうなっていう、自分は藤田よりも、鈴木は昨日前の方が好み。そうそう、まあ、だから、そこは否定しませんと、別に。好みのタイプだから、どれがいいというのは、君らに任せますと。ただ、これはもう、単純比較で言ったら、もう申し訳ないみたいな。そう話したよ、だから、そうそう、そんなことで飯食えやって、食ってねえよ、だから。ちょっと待って、そこね、言うと、まあ、プロバイドの結果こんなもんなんだけど、もう言うとさ、1ヶ月なんだわと。マジで。うん。草競馬まで。もう減量入ってるから、マジで。だから、ちょっと、カルシウムとか足りてないんで、マジでちょっとあんまり、一線超えるなよっていう、そこは。一線超えるなよっていう。カモミはしてやるよっていうか。カモミ何が、でもここは多分自給者だから。うん。自給者で、吉村さん、所属みたいな、そうそうそう、勝ったままもうタイム絞って。いや、こんなもんよ。ここだ、おもままって言ってるけど、実質この日ってめっちゃ重いから。だから、例えば、どれや、これ1個下？C1 だったらどれぐらいよって配当。まあ、こ
これちょっと違う、全然違うやんか、これタイムが。おー、どれを。あ、A クラスか。うん。これ見てみようか。A クラス。ハイトーン。おー。だから、違うじゃねえか、これ、距離が。距離が違う、これ。え専用。あ、じゃあ、まぁ、ちょっと2歳だけどな。まぁ、一応ちょっとアッパートライってことも全然、ほら、1秒以上。マジで。おー、1秒以上違うからっていう。おー。あとは、小馬戦、一番ち。まぁ、だから、この人、最強タイムだから。おー、どう見ても。マジで。おう、ごめんな。もうそこはもうそういうもんだからマジで。おう、何が言い訳じゃねえしっていう。言い訳じゃねえしだから。もうここは、だからまあ、ちょっと筋量プラス1キロあったし、まあ前目早かったから、まあやむを得ずみたいな。うん。そうそうそう。おう、この次の B2 が、おう、ほら、なお、一緒一緒おう、こんなもん。しかもこれ結構離されてるからマジで。おう、そうそうそう。おう、めっちゃ早い。早い。まあ、それはまあ A1 だからな。オープンは違うよ。オープンは違う。しかも、まあちょっとこれ、砂入らないまま、はもう流れてるから水で。雨でっていう。そこ、その日、まあ、いや、ここやや重だけど、ただ、ババは軽いよっていう。うん。ババは、こう言うほど、この重ババって言ってもタイムは結構かかってよ。そういう話だよ、だから。うん、そうそうそう。なんでまあちょっとね、なんて言うんだろう。まあプラス1キロの筋量が、まあパワー型じゃないんでね。プロバイド、ちょっと、まあ響いたかなっていうそこ。うん。そうそうそう。まあ次はね、スパーンと勝ってくれるんで、その辺、マイナス1キロで。あとは、まあやっぱこう前目が、うん。もうちょっとこれ、杉浦君の馬がね、やっぱり、まあちょっとやっぱり、いらんかったなっていう。こいついなかったら余裕で勝ったよねっていう。そうそうそう。競り合いで負けるって言ったら、競り合い、まあ、そらおっとり残らんだろうってあんだけ激しいでしたら、ここで8-2、8-2で。これは無理よ。マジで。でもう、な、杉浦君のまとごはんた。多分これ次ぶっちぎりマジで。オータムだ、金ねえだよ、金が。どこにあるんだよっていう。そうそう。今まで競り合おうで、勝ってきて。いや、競り合い、だから、なんかみたいな。前半お前半まずそこ考えようっていう。お高畑まくったから、高畑って長島太郎な長島太郎。うん。まあ、この馬はもうほんと展開向いたみたいな。見てみろ、これ。12番ここだから。うん。ここ。勝ち馬のポジション、ここだから。うん。わかるでしょ、これ。マジで。前にいた馬全部もうやられてるから、マジで。おそういうこと。うん。そうそう。うん、まあ十分稼いだけど、こんなもんですよ。ははは、何がいなっていう。おう。もう、なんか、何回も言うけどな。おう。100以下。もうこの馬、1000万以上稼いでます。はい。しかも、買いね、120万です。おう。その上で、俺、自分で乗ってますっていう。おう。この馬から、どんだけのものを学んだかと。うん。まずそこだよ、マジで。何が、お前が変な人だ。俺の子孫に乗ってたら勝ったんだけど、マジで。おう、鼻切れよ、鼻っていう。そうそう。だから、言ってやれ、マジで。な次、鼻切ったら圧勝だから、マジで。そうそうそう。おう、2着前。なんで2着前って。何の話じゃねえっていう。おう、いい人生だなっていう。いい人生かどうかっていうと、当然もう最高、マジで。おう、確かに、金はね、もう、あるだけ全部使ってしまう、そんな人生だけども、ほんとね、やっぱ自分の大好きな、これ競馬が、できてるっていうのは、これに何事にも変えがたいよね。その代わり、まあ、ね、本当にいつのたれ人でも、まあ、おかしくないっていう、それだけみたいな、うん、なくても使う。その通りですね。はい。ない袖を振るっていうね。そうそうそう。なんで、そこは、やっぱ、まあ、俺、なんだろう、幸せだなって、そこは思うよね、マジで。うん。そうそうそう。よくって、まあ、ちょっとプロバイドね。まあ、飯田先生もね、ちょっと、まあ、悔しいっすね、と。おいうところ、パスタ生活は支障になってこういうっていう。残念ながらね、パスタ生活は続いてます。はい。まあ、今月に入っては、まあ、ぶっちゃけちょっと、体重を落とさなきゃいけないから、まあ、多分、まあ、50キロ台。おあとは、体脂肪、一桁。うん。まあ、これ行かなきゃいけないんでっていう。セックス下手で夢にされたら、セックスさせてもらってないんだよ。だから、そこだよ、そこ先に。おそうそうそう。なんで、なんだっけ。そうそうそう。飯田先生も、まあ、ちょっとね、やっぱ、まあ、ジェニーさんの指示通り逃げられてたら、まあ、ワンチャンあったよね、みたいな。だそこはもうちょっと相手関係まあ、杉浦くんもね、もちろんこれ、勝ちに来てるわけだから、まあ、そこで譲るわけにはいかんと。うん。だからそこはもう、まあ、ガチ勝負よな。ガチ勝負っていう。何にさせてもらうっていう。
何の話じゃないんだから、何にさせてもらうんっていう。そうそうそう。まあ、そこは、まあ、ちょっとガチ勝負ってことで、もうしか、もう仕方ないっていう。うん。馬コール秋だと次は良くなる。いや、もうほんとそこはね、今回まあ、休み明けもあるし、もう金曜日プラス1もあるしっていう。うん。馬主ごっこで一緒に。何のごっこやねんっていう。おーと。どっからでも見たらこれ俺の馬じゃねえか、これ。おー。なんで今更ごっこやねんっていう。そうそう。部屋紹介してっていう。部屋っていう。おー、そうそうそう。何の今日何の今日はプロバイドの反省会。うん。あとは、ね、戦場カメラマン佐藤雄一さんが撮ってくれた、はい。こちらの写真を振り返りながら、まぁ、ちょっと次に向けてみたいな。そうそうそう。馬越える秋、松の痩せる秋。まあ、そうですねっていう。まあ、この、一応、まあ、アマチュアジョッキーとしては、11月は、草競馬の季節なんで、もう俺ちょっと全力で今月1ヶ月かけて、まあ、ちょっと、体調を取らなきゃねっていう。いつまでこんなことしてんの？それで幸せ。めっちゃ幸せだよ。お自分の好きなこと全力でできるって、これ以上の幸せ、逆に聞こう。あるの？お逆に聞きたいってマジで。お大衆行きやって太るだろっていう。おだから、マジで、今月は、だ、パスタすら減らすっていう。おもう、金の問題でパスタすら減らす。マジで。うるせえ黙れ。配信だろ、バカマジで、これ。なんで喋っちゃいけないんだよっていう。お40歳、2017年生まれ。40歳は来年です。はい。だから、まあ、みんなとも約束したよな。これ、40歳までに、なんとか、俺もちょっと JRA の、まあ、門をね、ノックノックみたいな、コンコンコンみたいな、そうそうそう、ロバヌシさんこんばんは。誰がロバヌシなんだから。誰がロバヌシなんって、これ。サラブレッドなんだよ、これ。サラブレッドなんでっていう、そうそう、四つ目の件、大変失礼いたしました。かめへん、何の話かというか、かめへんっていうね、そうそう、50まではいけそうですか、わからん。うん、ただ、まあやっぱ俺もそんなに長生きはできない、もう栄養状態悪いから、短命だから、ちょっと、まあ生き急ぐよねっていう、そうそう、馬の頭、頭、手綱持ちながら、ダブルパンチしておくのいいのっていう、どういうことなんだから、もうなんか意味がわからんっていう、短命だもんでな、それはちょっと焦るよねっていう、だから40までに、なんとか中央行って、みんなにもその姿見せたいし、やっぱり名前つけた馬が中央競馬、日曜日に走って、もうみんなちょっと大盛り上がりしたよねっていう、そうそう、疲れの調子はどうですかって、知りませんっていう、乗馬クラブで頑張ってますっていう、ハゲロ、なんなんだよこれ、ただの悪口やんこれ。悪口とかね、ほんとな、YouTube さん最近厳しいんで、待って、早漏なの本当ですかっていう、ほんと、そうだな、早漏とかな、そういう人をバカにするんだって、マジ70分コースで10分で終わった、60分フリートーク、ハゲだから一生死にかなって。どういう意味やねんって。今日もしとりますよ。全力でしこっちゃうまで。ほんとな、もう中学生の頃とかって、もうこんな子供、まあ、今の時期だけだなと思ったらね、ほんとね、40、アラフォーでも全然するみたいな。もう、マジで。全然しちゃうね、みたいな。JRA マルシになったら誰に預けるのっていう。いや、預けられないからね、まず。おう。だって月、普通に預けたら60、70かかるわけでしょ？おう。無理、マジで。自分でやります。はい。自分でやって、まあ、直前、まあ、入球みたいな感じをやらないと回んないよね、どう考えたってっていう。おー、JRA マルシって地方マルシもできるっていう。JR、いや、別です。まあ、実質できるんだけどね。うん。実質、まあ、資産要件しかないから、資産要件とか年収要件しかないから、お普通に、この部屋で行くってするわけねえだろ、だから。いや、今、だから、要は、騎手養成課程で通ってるトレセンで、何のためにやってるかっていう、そこだよ、マジで。うん。何のために、アラフォーが、な、チョッキーの練習、アマチュアといえども、ちゃんとやってますかっていう、そこだよ、考えろよって、まじ、すべて繋がってるんだからっていう、おー、騎手って何歳までいけるんっていう。わかんない。宮下チョッキーって、ねえ、40歳で再デビューでしょ？まあ、別に俺、プロでデビューするわけじゃないけどね。おー、そうそうそう。だから、全然乗りますよ。はい。だから、それでもう技術を、ただただ向上させるんですよっていう。そうそうそう。あと、もうそんな時間ってことでね。まあ、とりあえず、プロファイト、まあ、ちょっとなぁ、もう、ちょっとなぁ、まあ、展開向かないねっていうのはあったけどね。まあ次、ピシャッとね、決めてもらえたらいいなとは思いますっていう方は乗ってやるって、遠慮してきますっていうね、その。ダートは、そう、関東のダートはね、これか、笠原さんもね、もう全然ね、いけるらしいっていう、そうそうそう。ただまあ、まずはね、まずは、免許取らなきゃっていう。もうそっからだからマジ、今、そう、これだ。聞いてくれよ、マジで。だいたいな、ちょっとまあ、アマチュアながら草競馬出ますと。で、勝負服そろそろじゃあ、な、みんなと考えたやん。おう。考えたやん。な、で、いざ、もうこれで行こうと思って、申し込んだんだよ。なんだろう、勝負服屋さんに。うん。で、勝負服屋さんに言われた言葉。
これわかる？これマジで。私のご資格はもう知ら、いや、地方だけなんですが、ちょっと中央の免許を持たれてない方に、ちょっと商服をお作りすることは、ちょっと、あ、無理系なんで、すいません、ちょっとお帰り。あち、あの出口はあちらなんで、みたいな。どういうことやねん、マジでこれ。どういうこと？もう、JRA からの、なんか、厳しいんだって。うん。だ無理って言われた。おう。だから、引き続き、ちなみに、社内の商服で頑張ります。はい。もう、仕方ない。これは、俺がレプリカで買ったもんだから、もう俺の所有権ってことは、もう普通に俺が乗ります。まあ普通にね。だむしろこっち大丈夫かみたいなね。おう。むしろ、社内の商服は大丈夫なんですかっていう、そこは気になるんだけどね。そうそうそう。パチモン、パチモンです。はい。もうほんと昔よ。おう。10年前に買った、社内のパチモンです。はい。そうそうそう。見た目で JRA 真似して思われないのかなと思っている。見た目、一応、だ、確認なんじゃない？今の、免許をご提示くださいみたいな。あるじゃん、よく。警察に聞かれるやつ。あれあれ。そうそうそう。中田ジョッキーにレンタルしてもらおうって。だから、勝負服、実は中田ジョッキーの勝負服着たらあかんやろ、みたいな。サイズも合わんしっていう。そうそうそう。だから、そう、ちょっとね、残念ながら、まあ無理みたいな。地方真似を見る、召してっていう。どういうことやねんっていう。だから、だから、まあ、地方マヌシとも思われてないのかもしれないけど、でももう無理で断念、ブーブーってことで、勝負服作れなかった、すまん。また、面子も作れない。もうなんなんだろうなっていうとこ、別にいいじゃないのっていう、なんか、だから、むしろ、一回ね、聞いてみたんで一回。ワンチャンあるかなと思って一応 JRA に電話して、すいません、勝負服だけ登録じゃ、ブーみたいな、ブブーみたいな。もう、勝負服だけ登録できませんでした。はい、残念ってことで。やっぱそこをね、なんかもう、近い将来行くじゃんみたいな、行けるじゃんって思ったんだけど、もうちょっとそれはちょっと取得後でお願いしますみたいな、そうそうそう、いうことでね、まあなんか、二箇所から残念みたいな、そうそう、それは規定があるのか。まあ、とりあえず、だから、順番的には、馬主の資格を取ります。その後、調教師を経由して、勝負服登録します。で、その後、勝負服、まあ、自分の草木場のんだったら、作ってくださいっていう、その順番らしい。うん。まあ、さすがね、JRA さんは、まあ、ちょっとまともだよねっていう、そうそうそう。残念ながら、将来もいけないよ。いや、君との違いはそこだよ。俺は、諦めない。だから、ゼロに近くても、限りなく 1% あるって。これは、大きな違い、マジで。だから、ゼロじゃないってこと。これが大事っていうね。うん。そうそう。地方なんて相手されんわって言ったら、ここから取るんだよっていうことね。現実が走りましたけど。そうそう。いうことで。まあ、プロバイドね、本当に、だからそういう意味でね、こいつには本当、まあ、まずは、まあ、重賞勝ち。そして、まあ、中央競馬という舞台にも俺立たせてもらいました。さらに、アマチュアジョッキーとして、こいつに乗って、やっぱ現役の競走馬の力強さ、これも学ばさせていただきましたと。で、こういったところをね、やっぱり、本当にもう何て言うんだろう。いろんなことを教えてもらった、この馬に。本当に水も甘きも。だから、大事にして、行きたいなと。まあ、でもこの馬もね、まあ、そんなに、あと、どうだろう、1年ちょっとかな。6歳ぐらいになったら、まあやっぱり、馬主としての、まあやっぱ究極生産、に、曲げて、さらにその向こう側、プロバイドと一緒に歩んでいこうかなと思って、まあそれぐらい大事にね、したいなと思ってるんで、まあ引き続きちょっとこの馬は、次走に向けてね、頑張っていきたいと思いますことで。次枠はってことでね、次枠はってことで、戦場カメラマン、その他の戦場カメラマン佐藤陽一さんの、写真展をね、お届けしたいと思いますので、よかったら次も見ていってね、それではよろしくメガドック、ワン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 。ワン